このレッスンではメニューの大文字小文字の表記を揃える方法について解説します。はい、今ですね、このプランの部分で付けてる名前は、こっちが全部大文字ですね。で、こちらは頭だけ大文字で、後が小文字となっています。はい、そしてですね、それを踏まえてメニューを見てみると、通常はこのように、 プランの方で設定された名前がそのまま入ってきます。はい。ではですね、例えばメニュー上は全部ですね、大文字にしたいとか小文字にしたいとかですね、統一したい場合、えそれはどうすればいいかですね。その時なんですが、はい。今ですね、マスターの方に来てます。ではメニューの方の,このテキストですね。この部分に来て。そしたらですね、テキストの 設定をけますこの中でこの中にあるですね大文字小文字というのがありますでは今ですねこう大文字の方を選んであげるとこのように全部大文字になりますはいだけどこちらの名前は変わってないですね、えー、ここにかかわらず あくまでメニューの中は、書式の設定に従って、全部大文字になっているというわけですね。はい、えー。これを設定しておくと、例えばですね、新たにさらにページを追加したとして、はい。で、これをですね、例えば、ニューページとなってたとします。大文字と小文字が混じってます。 だけど、メニューの方は、ちゃんとですね、全部大文字の表示になってます。このように、あくまでですね、メニューの中は全部大文字といったルールを作ることができます。はい。では、このページはテスト用なので、右クリックしてページを削除。これで取ってしまいましょう。はい。こんな感じでですね、個別にこのページ名とメニューの表記を分けることができるので、アルファベットで ページ名を付けるときには、意図的に表示をコントロールすることができます。これかなり便利な機能なので、ぜひとも覚えておいてください。